はじめまして、コッシーと申します。はい、えー、体重128キロ。一番重い時は170キロと止まる僕が太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味がある人向けに、毎日投稿で YouTube にデビュー情報とダイエット情報を中心に動画を上げていきます。ってことで、今日はですね、名前を決めましたっていう話と、あとは、えっ、ー、とね、髪を切った話、あとね、それについてね、 撮ってる人、デブが気にしてることっていうのはね話していきたいなと思ってますぜひ最後まで動画を見ていただいてチャンネル登録もしていただけたら嬉しいですあと8人増えると登録者が100人になって最初にね目指してた夢にも思ってたねもう10人いかなかった時からしたら夢みたいなね100人っていう3桁が見えてくるんでぜひぜひちょっとでも気になった方はチャンネル登録お願いできたら嬉しいですはい、ということでね話していきたいと思いますまずはね名前を決めましたえー、コッシー、こうですね家業で小さいツ で、作業の詩に伸ばし棒。で、カタカナでコッシー。カタカナでコッシーで行きたいなと思ってます。名前をね、ずっとなしでやってきて、で、この前ね、アドバイス何かをくださいっていう,いう動画を上げさせてもらった時に、えー、呼び名があった方がいいんじゃないのっていうようなコメントいただいてて、僕自身ね、呼び名がないのはまずいのかなとも思ってたので、あの、今回ね、付けさせていただきました。で、100人になったら発表しようかなとかね、勝手に思ってたんですけど、なかなかいつなるのかもわからないんで、早めになった方がいいだろうってことでね、コッシーですね。 これからはね、コッシーとしてね、チャンネルと名をね、ちょっと名前を付けるかどうかはちょっと検討したいなと思うんですけど、えー、僕自身の名前は、えー、コッシーで行きたいなと思ってます。はい。ということでね、コッシーの、えー、デブがデブのためにデブについて語るチゃン、喋るチャンネルかな喋るチャンネルとして、まあ、名前変えるかどうかわかんないですけどやっていきたいなと思ってるので、えー、ぜひね、今後とも、えー、私、コッシーをよろしくお願いしますっていうところですね。名前はコッシーになりました。はい。えー、でですね、えー、と、あとはね、 髪を切った話っていうのはね、結構髪がのびのびになっててね、あの、こんな状況でなかなか外出るのはあんまり少なくしたいなってことで、なかなか髪切りに行けてなかったんですけど、髪を切りましたって話で、でね、僕個人なのかもしれないですけど、太ってる人、まあ僕がですね、 僕が、えー、髪切る時に気にしてることなんかを話していきたいなと思ってるんですけど、今回ね、かなり短くしましたと。短くした理由は、えー、今回みたいにね、やっぱりなかなかできれば外,外出したくないっていう状況、外出しない方がいいのかなっていう状況が続いてるんで、やっぱり髪切りに行く頻度も減らしたいなってことで、可能な限り短くしようと思って、かなり切ってもらいました。で、なんか胃がくりみたいになっちゃったんですけど、でね、気にしてることとしてはね、まずは、えー、っとね、 えー、まあ、ここまで太った人は、なかなかいないと思うんで、わかんないと思うんですけど、脂肪って、乗るとこが決まってて、頭だったら全体で乗るわけじゃないんですよ。で、頭蓋骨がね、ここにあるじゃないですか。当たり前ですね。この、ここは乗らないんですよ。ここはね、よっぽど脂肪乗らないの。ここはね、皮しかなくて、ここと骨の間、この、ここら辺までかな。上半球、上半球、北半球って言うか。北半球は、えー、脂肪が乗ら、乗りにくいんですよ。比較的。 で、南半球ですね。南半球、ここら辺の、ここら辺のね、ほっぺたとか、ほっぺたと、あと、顎だよね。20顎ごと30あごになってるんで、まあ、今20ぐらいかな。もともと30あったと思うんですけど、ここら辺ですね。で、こことここですね。こことこことここに脂肪が乗りやすくて、あとはね、後ろもですね、後ろ。後ろどこって言ったらわかるのかな。この、多分伝わんないな。この首の後ろ、ところ。 この4箇所ぐらいが脂肪が乗りやすいです。1箇所、2箇所、顎、あと後ろ、首の後ろ。このね、顔の中ではこの4箇所がね、やっぱり太ってると特に脂肪が乗りやすいところなんですけど、これね、どこが気になるかっていうと、これね、ここが短くなるじゃないですか。今回みたいにかなり短くすると、ここがシュッとしますよね。ここはもともと肉つきづらいんで、シュッとした時にここがね、こう、なんだろうな、おかめさんみたいにこう、 膨らんんででるわけなんで太って見えるっていうか太ってるんですけど実際に太ってるんでその太って見えるっていうとなんか太ってないのに太って見えるんですよみたいな感じなんであれなんですけど太ってるのがバレるでここにねこう髪がふわっとしてるとこの紙がふわっとしてるからこっちがこうこう脂肪が乗ってて膨らんでるのがばレにくいのがここが髪を切ってシュッとすることによってあの 上がね、シュッとしてて、下が膨らんでるっていう、なんか、卵みたいな形になっちゃうんですね。で、これをね、僕個人としては結構気にしてて、なんだろうな、そもそもね、そもそもおかしいのが、太ってるってことは、なんだろうな、ご飯食べることとかを、見た目より優先してるわけで、で、見た目を捨てて、美味しいもの食べたりとか、運動しない、楽、楽さを選んでるはずなのに、い、ま、う、あ、て気になるときは気になるわけですよ。で、特に、うん、ここはね、僕が気に、結構気にしてるところで、気にしてるなら痩せるって言われたらそのままでだし、 おっしゃる通りで、なんですけど、ここはね、ちょっと気にしてますね。はい。で、他の人はどうなのかわかんないですけどね、やっぱ太ってても、ここが出てるとかね、個人的には気になって、でもおかしくて、冷静に考えたらおかしくて、だってここが出てるんで、太ってるのがバレるとか言うけど、いや、遠目に見たら体で太ってるのめっちゃバレますからね。だから、ここ隠したところでごまかせないんですけど、なんか気になるなっていうのがね、ありますね。はい。ただ、いいとこは、髪切ると、なんか、 清潔感は少しマシになるんで、その太ってるとやっぱり清潔感が他の人よりは低くなりやすい、なりがちなところが少し緩和されるという良さはありますね。ただ僕個人としてはどうしてもこのほっぺたが出てるのがね、ほっぺたが出てるとか、ほっぺたが出てるわけじゃなくて、その、ここに脂肪が乗ってるのが、 余計バレるような気がして、まあもともとバレるんですけど、余計バレるような気がして嫌だなって思ってます。今日はね、まあ太ってる人にはそはそうだよねってお話かもしれないですけど、太ってない人にとってはね、太ってる人だってね、太ってる人なりに、皆さんほどのレベルではないかもしれないけど、皆さんの10分の1、100分の1かもしれないけどね、 見た目はちょっとは気になるんだよっていう話をね、今一度お伝えしたいなと思って動画にしてみたところがありますね。やっぱね、なんか皆さんすごいファッションとか見た目とか気にしてる人からしたら、お前みたいなやつがそんなちょっと気にしてるくらいで言うなっていうふうに思うし、僕も自身も思うけど、ちょっとは気になるね、やっぱり。うん、特になんか髪切ったりとかってなんかちょっと楽して一回でやれるじゃないですか。その、毎日頑張って走ったりとか、毎日頑張ってたご飯を減らしたりしてまで見た目を よくしようというエネルギーはないけど、一回髪切って何とかしようみたいな、そういう楽して何とかしたいなっていうエネルギーはありますね。はい。ちょっとはね、見た目を気にしてるんだよっていうのをね、まあ太ったことない人とかね、やってる人にね、届けばいいなと思ってます、今日の動画は。はい。今日はね、二つ、えー。僕の名前がコッシー、コッシーですね。コッシー、コッシーになったので、ぜひコッシーと、えー、親しみを込めて呼んでいただければなっていうのが一つ。もう一つは、えー、っと、 髪を切ったよっていう、髪切って、撮ってる人でも結構気にしてんだよっていう話がね、もう一つでした。はい。ぜひね、次も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。おやすみなさい。